この青年は我々心霊調査班のスタッフの一人である。彼は半年前にある潜入取材を試み、そして数本のビデオテープを残して行方不明となった。話の発端は今年の初夏、我々心霊調査班のもとに一枚の写真が届いたことから始まる。それは燃え盛る豪華に包まれた家屋と、そして窓の奥に立つ何かを捉えている。写真の送り主は東京近郊の住宅地に住む A さん。彼がこの写真を撮ったのは昨年の冬、隣の家が火事になった時だという。火の火事はすごかったですね。真っ黒い煙がすごい勢いで空に上がってて、屋根が崩れるとそこからまた火柱がゴッと吹き出すんですよ。消防士さんもうかつに近づけない感じで、でうちもぴったりすぐ隣にあるから おふくろがパニックになっちゃって大変でしたよ。もう住んでたのはおじいさんとおばあさんの夫婦だったんですけど、二人とも助かりませんでした。引っ越してきて3ヶ月ぐらいしか経ってなくて、僕も会えば挨拶するぐらいでしたけど、亡くなったのは本当にかわいそうだと思いましたね。警察が出火原因を調べたが、火元となるものは発見できず、結果的に不審火として処理された。その火事になった家、実は昔からちょっと悪い噂があったんですよ。前の人が出てからご夫婦が入ってくるまで5年ぐらいですかね。その間全く借り手がなくて、とにかく誰か越してくるたび悪いことが起きて、みんなすぐ出てっちゃうんですよ。悪いこととはどういった？子供が事故に遭って死んだりとか、あとは夫婦が離婚しちゃったり、精神的におかしくなったり。僕はあまり霊とか信じない方で、たたりとかそういうふうには考えなかったんですけど、それでも昔からあの家はなんとなく気持ち悪かったですね。雰囲気が重いっていうか、前を通るときは自然と目を背けたりと、でまああまりに人が入らないんで不動産もお払いとかやって、そしたらすぐに例のご夫婦が入ってきたんです。でも結局火事ですからね、お払い効かなかったんですかね。じゃあ2階の方、和室の方。問題の火事以来、 A さん宅でも隣家に面した和室で何者かの声が聞こえたり、人影がさまようなどの怪奇現象が起きるようになった。そして A さん自身も幽霊とおぼしきものを目撃してしまう。体験とかしたこともなかったし、今こうやってこの部屋で話してますけど、一人だったら昼間でも入れないんですよ。
さんは事情を神社に説明してお札をもらい、自ら押し入れを封印した。住み慣れた家を引き払うことを決意。彼をそこまで悩ませる怪奇現象について、我々心霊調査班はスタッフを派遣し、怨霊が現れるという彼の家に潜入取材を決行したのだ。